倫理委員会とは、医学実験を及び人間研究など、人間を対象とした研究、実験が、国内法及び国際法に従って、倫理的な方法で実施されることを保障する責めを負う機関である。各国によってその具体的な制度は異なるが、この倫理委員会の制度は、世界医師会、ヘルシンキー宣言1975年改定において、追加、 規定されたものが基礎となっている。研究倫理委員会23研究計画書は、検討、意見、指導及び承認を得るため研究開始前に、関連する研究倫理委員会に提出されなければ、ならない。この委員会は、その機能において透明性がなければならず、研究者、スポンサー及びその他いかなる不適切な影響も受けず、適切に運営されなければならない。 委員会は適用される国際的規範及び基準はもとより研究が実施される国、または複数の国の法律と規制も考慮しなければならない。しかし、そのために本宣言が示す被験者に対する保護を現時あるいは排除することを許してはならない。研究倫理委員会は進行中の研究をモニターする権利を持たなければならない。研究者は委員会に対して モニタリング情報特に重篤な有害事象に関する情報を提供しなければならない。委員会の審議と承認を得ずに計画書を修正してはならない。研究終了後、研究者は研究知見と結論の要約を含む最終報告書を委員会に提出しなければならない。世界医師会ヘルシンキー宣言日本医師会役倫理委員会には2種類存在しており、 一つには人を対象とした研究を監督する独立機関として法的に位置づけられた各国の制度であり、もう一つは各病院等における治療に関する倫理問題を検討する内部的な倫理委員会である。また、1990年に創立された医薬品規制調和国際会議が定めた臨床試験を実施するための基準、良き臨床上の基準にも、 独立倫理委員会の規定が含まれている。日本では医薬品の臨床試験については1997年の医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令で試験審査委員会の設置が定められているが、それ以外の研究領域では人を対象とする医学系研究に関する倫理指針など指針で倫理審査委員会の設置が求められている。ヨーロッパ各国では 施設とは独立した委員会を地域ごとなどに設置することが多く、研究倫理委員会、リサーチエシックスコミッティなどと呼ばれている。欧州連合倫理委員会は EU 加盟国における医学研究、または人間研究の監督を担当する機関である。欧州倫理委員会の下の各国委員会には次のものがある。 臨床研究を審査するというコンセプトを初めて、公に取り入れた米国では、倫理委員会に相当するものは、機関審査委員会から、インスティチューショナルレビューボードである。一般に、イブとして知られる、米国独自の制度となっており、個別の施設が個別の名前をつけている場合がある。ビーチャー論文を契機として、1974年の国家研究法と、 ベルモントレポートといった歴史的な由来があり、インフォームドコンセントを保管し、第三者機関で監督を行うというものである。アメリカと似たリサーチエシックスボードである。国立健康医学研究カウンシル。イブの名称について、日本の知見審査委員会は、米国の制度であるイブを参考にしたため、日本では知見審査を指して俗にイブと呼ばれる場合がある。ただし、 制度も異なり、アメリカのものなので、行政などが異部という用語を使う場合は正しく、区別するなど、注意が必要である。その日本語表記も、日本医師会、施設内審査委員会、大阪市立大学医学部、研究倫理審査委員会、知見審査委員会としたり、意味合いのみならず、表記にも混沌が見受けられる。ニュルンベルク継続裁判で刑を宣告されたヘルタ、 オーバーホイザー医師人間を対象とする実験において最も基本的な倫理原則の一つは実験者はいかなる場合においても被験者が望まない実験を行ってはならないということであるこの考えは1947年のニュルンベルク綱領において初めて成分化されたこの綱領は価値のない実験で被験者を殺害し拷問した医師らを裁いたニュルンベルク 継続裁判の一つ、医者裁判の結果定められたもので、被告医師のうちには、公主刑に課せられた者も,もいた。公領の第五項は、実験者自身も被験者となるような場合を除いては、危険な人体実験は言ってはならない、としている。このニュルンベルク公領は後に、世界中の医療倫理規範に影響を与え、タスキギー梅毒実験のような公領に反する悪名。 高い実験も明るみに出ることとなった。1966年には、倫理と臨床研究を書いた、ハーバード大学医学部麻酔医学教授のヘンリー・ビーチャー、博士がインフォームドコンセントのための規則と条件を定義することとともに、研究プロトコルに関する追加の監視体制として、この倫理委員会体制を設立することに取り組んだ。このほか、たとえその被験者が罹患する、 可能性が低い疾病の治療に関して遠い将来に可能性があるだけというような利益だとしてもボランティア被験者が当該実験や研究から何らかの利益を得なければならないとする倫理原則もある治療が不可能な病気に苦しむ患者に対して時に実験薬の試験が行われることもあるが研究者自身がその病気にかかっていない場合はその研究者が被験者となったとしても 利益を得る可能性はないため、被験者となり得ない。一例として、研究者ロナルド C ・シーデルシアーズは、自分が開発していたエイズワクチンを自身でテストしなかった理由を問われ、自分はエイズのリスクがなかったのでテストをしても利益がなかったで、あろうからと答えている。倫理委員会の監督において、重要なのは、被験者からインフォームドコンセントを得ることを確実にすることである。 インフォームドコンセントは、実験に参加するボランティアが、行われる手順を完全に理解し、関係するすべてのリスクを認識し、実験が行われる前に実験への参加に、同意するという原則である。インフォームドコンセントの原則は、1901年に、キューバで行われたアメリカ陸軍の応熱病調査で最初に定められたが、当時は、一般的で公式な指針などはなかった。 高熱病問題の時の原則がニュルンベルク考領基礎の際に参照され、1964年世界医師会によるヘルシンキ宣言でさらに発展し、この倫理委員会制度の基礎となっていった。ヘルシンキ宣言の最初の改定では人体実験における研究プロトコルを承認するために倫理委員会を招集することが初めて国際指針に記載された。 発展途上国でのプラセボ試験に関する第4回目の改定をめぐっては議論も起きている。これは米国がインドで行った高 HIV 薬事土部人の試験は同宣言に違反していると批判するものであり、これを受けてアメリカ食品医薬品局はヘルシンキ宣言の新改定版の採択をせず、代わりに1989年の改定版を参照することとなった。 倫理委員会は世界保健機関が設立した機関である国際医科学団体協議会が作成した人を対象とする生物医学研究の国際的倫理指針でも設置が求められている。1993年に初めて公開されたセアームズガイドラインは法的効力を持たないものの各国の倫理委員会制度基礎に影響を及ぼしてきた。また、 発展途上国での感染症問題を念頭に置いた指針であることも特徴の一つである。ありがとうございます。